こんばんは。やっほー。いや、今日はちょっとやろうかなって思ってることがあるんですけど、ただどうやったらいけるかなってすごい今考えてて、あのポコ太郎のね、私の飼ってるハムスターの部屋のね掃除をそろそろしようかなって思ったんですけど、をね配信で見せようかなって思ったんですけど、結構大変っていうかいつもはそのもう人知れないところで1週間に1回やってるんですけど、多分ね生き物だからね映んないと思うんだよな。でもポコちゃんの掃除をしたいし配信もしたいしね、どうせならみんなに見てもらいたいなと思ってるんですけど、しかもねどうやって見せれるものなのかなって思って、ちょっと今ねこう画角をね変えたりとかしてね、部屋とかもどうしようかって感じなんだけど、あんまり映んないように、かつ、ね、しかも多分ポコちゃんはね、あのその間私が散歩してる、散歩じゃない、あの私が掃除してる間部屋んぽをするんですよ。でもちょっと配信中だから部屋んぽはあんまさせない方がいいかなって思って、どうしようか迷ってます。今閉じ込めとくかカゴの中にポコちゃんいつも部屋んぽするんですけど、掃除もね言うてね10分ぐらいで終わるんでね、とりあえずちょっとポコちゃん持ってきたいと思います。よいしょ。見えないよな。見せたいけども見えなさそう。見えるかな。ポコちゃん、おいで。見えないと思うのに。部屋をね掃除したいんだよポコちゃんの。掃除をしたいんだけどどうしようかね。ごめん眠いのに起こしてしまいましたね。ね、寝ぼけてる顔です。ちょっと大きくなった。いやもう結構デブですよもうお尻とか結構でかいっていうか、私は多分ほとんど映れないかも、ポコちゃんをメインにしたら。さあどうしようかね、ポコちゃん。ちょっと配信しながら無理かな。なんか怖いな、目を離すのが。ちょっとポコちゃんにおやつあげたいと思います。ちょっとおやつ持ってこよう。ちょっと待ってね。よいしょ。もう溶けてなくなってしまわないよ。よいしょ。よいしょ。ちょっとここに置いて。
ちごをあげます。よいしょ。どこ？いちごだよ。見てください、ハムスターの貴重なイチゴシーンでございます。これちなみにひなさんのお母さんからポコちゃんにっていただきました。え、マジね、 ASMR なんでしょ、聞いてほしい。聞こえますかね、このでかいイチゴを食べてます。可愛くないですか。でもね、多分全部食べないと思うんですよね。ある程度、これも食べてるわけじゃなくて、ほっぺの袋に入れてるだけなんで。ポコちゃんもう食べない？あ、もういらないんですよ、こうやってあげても。うい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 、いるか、うい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 、もう興味ないです、これは置いときます。ハムスター餌あげても基本ね、全部食べないんですよ、家に持って帰ってます。だからちょっとね、餌が絶対いっぱい溜まってるはずなんですよ。おーおーおお。掃除したいけど、やっぱ配信終わってから掃除しようかな。ちょっと今日はポコちゃんをどうぞ見てください。好奇心旺盛。ポコちゃん入れる箱とかないか。あるんですけど、あるっちゃあるんですけど、ちょっと今日はやっぱりやめておこうか。皆さんお仕事で疲れている体に、コタロウはどうですか。あ、危ない危ない危ない。ちょっとジタバタしてます。可愛くないですか。いや、持ち方、そう、ポコちゃんちゃんと姿を配信の皆さんに見せてあげて。あはははは、顔がくしゃくしゃ。じゃあちょっと戻ってもらおうと思います。ごめんね。戻ってもらいました。お掃除は、お掃除ちょっと配信が終わってからやろうと思います。いや、ついさっきソラハとコンビニに行ってきて、だから時間ずらしたんですけど、ミルクティーを買ってきました、ローソンの。
バーリーさんのカップに入れてます。これはプレゼントでいただきました。これプレゼントでいただいて4つぐらい家に ありますだからすごい、私すごいね、このバリーさんの12周年をめちゃくちゃお祝いしている人みたいになってます。これ保冷、なんて言うんだこういうの、保冷缶、まローソンのミルクティーしか買ったん。よいしょ。タンブラーか。タンブラー。かぶらないプレゼントを送りたい。かぶらないプレゼント。別にかぶっても全然いいけどね。何個あっても困るもんじゃないから。うん、なのでちょっとのんびり、今日はのんびりやらせてもろてます。最近でもね、プレゼントで生活してることが多いかも。うん、ありがとうございます。なんか私の趣味であるネットショッピングがあんまりできてなくて物が足りなくなってきたらプレゼントで生活してます。皆さんありがとうございます皆さんに助けられながら生きてる。趣味なんだっけ、趣味ネットショッピングでもありがとうございます。趣味ネットショッピングです。最近買ったものといえば、でもバズってた枕ぐらいですかね。まだ届いてないけど、うん、買い物できてなくて悲しい。私がしてることといえば漫画やアニメの課金ばっかりだ。 YouTuber 頑張って。いやマジね、 YouTuber ちょっと今日編集中、あの瀬戸内 PR 舞台の動画ね、なんかすごいさ、私広報担当なんですよ、 PR 舞台の役割が。でまあオフショット撮ったりとか、オフショットムービーを撮ったりすることが主には仕事なんだけど、自分のさ、なんだろう、個人企画動画じゃないから、もう普通にキングレコードさんとかがさ、もうやってくださいねって言われてるやつじゃないですか。だからちょっと丁寧に作ろうって思って、しかもね、めっちゃ素材とかも撮ってくださってて、自分が忙しかったから、その向こうのねスタッフさんとかが撮ってくださってて、これは作らねばならんって思ってるんだけど、思えば思うほど一向に進まなくてまだ全然進んでないけど、なんかちょ今日の夜とかやろうかなって思います。うん、最近ね、なんか YouTube で無料フリー BGM をいろんなの BGM を探すのにハマってて、うん、楽しい。なんかそれしてる時間が一番無心になれるあ、これなんかよく YouTube で聞く音楽ってこの BGM だったんだ、こんな名前だったんだみたいな感じで、いいの見つかった。なんかでも自分の好む BGM と自分の動画の雰囲気が合ってなさすぎて、見てちぐはぐなっちゃう。え、私ね、一個目標があって、自分でなんか
作詞作曲して MV を自分の YouTube で出したいっていう目標があって、で作ってみようと思ってだから作ってみたんですよ。むしたらマジで本当にゴミ曲すぎて、なんじゃこれはってなって、あのボツしたんですよ。でそれをなんかダンスの先生に話したら、なんかダンスの先生がいいじゃんみたいな、やろうよって言ってくれて、撮ってあげるよって言われてね、 MV 撮ってあげるよって言われたから、ありがとうございます。でもカメラマンは決まったんだけど、もう自分の歌とダンスが、歌ダンスとかはまあ決めてないけど、その歌がもう本当に慣れすぎて、なんか作曲できるの、あのね鼻歌鼻歌で考えて、なんかそれをあの耳コピーできる人が音にしてくれるけど、もうなんかダメな気がするなんかもうちょっとちゃんとしないとダメだなって。そうでもスマホで打ち込みとかもできるからやってみたりはしてるんだけど、才能はない本当に。別に音楽にすごいあのなんか興味関心があるってわけじゃないから、その楽曲的なことに、ただその作りたいなっていうのを思ってるだけだから、知識とかも何もないからもうね。でも楽しいっちゃ楽しいですよ。あのね粗品さんとか私すごいあの曲好きなんですよね。めっちゃいいよ、いいよね初音ミク使ってね作曲してるけど、曲名はなんかコンプラ入れたいコンプラ入れたい。私あの曲っていうかキャラソンみたいな、2000年代のアニメのキャラソンみたいな自分の曲を作りたいでね、今、まあ、できたらいいなって、そういうちま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 、うん、まあ、いつになるか分かんないけど出したいなって感じそうなんですよ。それがいつかカラオケで歌われて印税生活になったらもっといいんだけどな夢は大きくでっかくしときます。でもなんか YouTube その収益化したからちょっと予算が出るっぽくて、なんかお金を使う企画やるみたいな言われて、でもそんなさなんかお金を使う企画っていうのが全然思いつかなくて、スタッフさんがなんかこう、まあ、よくあるのだったら、まあ、案を出してもらくれたんだけど、そのよくあるのだったらこう Uber Eats で1万円頼んでみたとか、なんかそういうやつやるって言われたんだけど、なんかあるかねって、私あんまり YouTube なんか言うほど見ないからあんま分かんない。予算があってできることって何かあるんだろうって思って、大食いとかね、大食いとかね、どうなんだろうね。田中美穂に出てもらうか。ASMR、 ASMR ね、一回やったことあるけど、あの四国の YouTube チャンネルで、あれはちょっと楽しかったね。なんかあるかね。
でも最近 GoPro が欲しくてなんか憧れてる。まあそんなポイポイ買いはしないけど、今持ってるカメラで十分だから、なんかちっちゃいカメラが欲しい。私多分街中でカメラ回せない人だなって思った、その外で。でもね、この間っていうか結構前なんですけど、宮島にね、普通にプライベートで遊びに行ったことがあって、そしたら宮島めっちゃカメラ回してる人多くて、 YouTuber ではないと思うんだけど、なんなんだろうね、記念用なのかその何用なのか分かんないけど、めっちゃ GoPro 持ってる人多くて、なんか自然に歩いてたんですよ。なんかガチのカメラっていうよりかはなんかこう なんなんだろうねあ、 GoPro の大きさだったら確かにあんまりこうカメラ持ってる感なくいけるかなって考え、最近思い中迷ったんですけどね。最初 YouTube 始める時も GoPro にしようか迷ったけど、肌が綺麗になることを一番優先して ZV-1 っていうカメラにしちゃいました肌が綺麗に なるんですよ。カメラ持ってるの知られるのが恥ずかしい、知られるのが恥ずかしいっていうか、なんか、結構ごついんですよ私の持ってるやつ。だからすごい街とかでこうやってたらすごいもう なんだろうねでかっってなっちゃう欲しいもんがいっぱいありますね。まあいつかもしですね、外ロケしようって なって外ロケが普通になり始めたら買おうかな。多分今はそんな外でロケすることはあんまないと思うけど、でも今度岡山でおけぽ散歩撮ろうかなって思ってる。まあそのメンバーがいないから、一人で撮ろうかなって感じなんだけど、今度岡山に行く機会があって2日間ぐらい連続で岡山に行くんですよ。だから撮ろうかなって思ったけど、そうリネタンね、会えばいいんだけどせ、ね、私プライベートで行くわけじゃなくて仕事で行くから、私はね新幹線代とかね大人に出してもらうのに呼べないよね。 YouTube 撮るから行こうっていうのがなかなか、だからまあ一人かなって、一人か、まあちょっとその時一緒にね仕事するメンバーがもし行けたら行こうかなとか思うけど、ちょっと迷い中。なんか岡山観光するとこないってなんかツイッターでバズってたんですよ。えっ、ー、と思って、ああるでって、岡山観光するとこあるでって、はにゃってはにゃはにゃってなりました。そんなありますよ岡山。一人で行ってみようかな、たまには一人女子旅でも いいよね多分、うん、ちょっと頑張って行ってみたいと思います。うん、いいよねおけぽ散歩もたまには一人でも見てくれるよね。うん、で岡山には何がある？果物と、まあもういろいろあるけど、意外と海鮮も海があるから、タコとか結構有名
何があるだろう、場所、いろいろあるけどな。タコはね、なんか下津のタコっていうのが結構有名です。たこ焼き、いやそれがたこ焼きは全然ないんですよまあ広島ほどじゃないけど、たこ焼きあんまないんですよね。たこ飯とかかな、どっちかって言ったらもうたこに、ご飯にたこなんですよね。でもマジで広島は本当にたこ焼き屋さん全然ない、なんでやってぐらいない。お好み焼き屋さんしかない。なんなら今日スーパー行ったらお好み焼きと焼きそばのセットが売ってた、びっくり。たこ焼きは大阪なんですかね。たこ焼き私好きなんだけどな、あんまない。銀だこが全くないんですよ多分イオンとか行かないとないのかも、びっくり。私の大好きな銀だこちゃんが、銀だこないの結構問題じゃない？いやあるけど、その町にない。チェーン店だよ、だってなのにないの。銀だこそんな好きなんだ。え、好き、ネギが好きネギが好きです。おろしポン酢が意外とね、まあそれか塩かな。全くないですね。たこ焼き食べたくなってきた。岡山には銀だこあったんだ。ありますよ岡山には銀だこあります。まあ広島もあるよ、あるけど、なんか市内で見たことないんですよね。市内っていうか本当中心街で見たことない。郊外な気がするとか言ってあったらごめんなさいね。広島はね圧倒的お好み焼きが多いですね。今度さ、スペシャルサポーターライブがあって、そのカラオケ大会があるんですけど、何歌おうかめっちゃ迷ってる今。何歌ったらいいですかね何歌おう。配信がないからな、配信がないからあれなんですけど、配信がないってことはね、その48グループ以外の曲も歌えるから。何歌おうかも、皆さんって何が聞きたいんですかね。やっぱアイドルの曲が嬉しいですかね。前もねあったんだけどね、カラオケ大会船でね、その時はね、ちいかわの歌、ちいかわの歌ってカラオケ入ってるんですか。私歌えるよ。なんだ今日も朝かと一人ごつ、焼けたパンにバターぬりぬり アイドルの歌の方が喜ぶ。あ、やっぱそうなの。ショーなんか。ちなみに私アイドル以外のお箱だったら岸田さんなんですよ。あのね、昔なんかソロイベントがあってリリーベで、それでね岸田さん歌いましたね。ワンナイトカーニバル歌いましたワンナイトカーニバル胸の奥、あのちゃんとスタンドマイクでズキズキと音立てるエンジン、ここにあの池ちゃんとアリちゃんさんをね、あの後ろに置いて
踊らす、なんか5分前ぐらいに出てくださいって言って、覚えてくださいって振り吹き技して、Angel can you master baby master babyCan you master baby, master baby? Can you master baby, be my baby? Can you master baby so long? って瞬きもせずに俺たちは光の渦に巻き込まれてく雲の隙間に。でもな、さすがにもうまた歌うのもちょっと照らせ青白き月よ照らせうん、何しようかな。迷ってます。昔あったカラオケ大会はなんかキラリンレボリューションのバラライカを歌った思い出がある。バラライカ、あと何歌ったかな、覚えてないな、何歌ったっけあとプリキュアとかもみんなで歌ったことあるな。プリキュア5だったか、2人はプリキュアだったか忘れたけど、あ、意外にマンゴー歌ったような気もするような、しないような、歌ったかも。何歌おうかな。あ、ももクロさんもやった。笑顔と歌声で世界を照らし出せ、いくぜ Let's go 桃色のハート狙い撃ち、ナイスなミュージックに乗せて反抗予告です。 STU にモノノフは多いですねあなたのそのハートをいただきます。ドラさんでチョコレートディスコみたい。うわー、私実は言ったことないけど結構 Perfume さん好きなんですよいいね。チョコレートディスコ、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 めっちゃいいよね、なんか好きナチュラルに恋して、ナチュラルにキスしてよね。ヒール履いて、いや踊れないよ、絶対足痛くなる。フラッシュでかっこいい、うわフラッシュ好き、懐かしいね。確かに3人でやるにはいいねダンス難しいけど。らしから最高の何がいいかな。今めっちゃねその選曲で迷ってます。あともうちょっとなんですよ締め切りが。迷っち迷っち、みんな何が聞きたいんだろう。やっぱでも知ってる曲がいいかなとは思うんですよね。うん、知ってる曲がいいかなと思うんだけど、何が知ってるんですかね、やっぱ みんな何が歌い上げる系、何歌い上げる系とはプラネタリウム、なんかガチリに行っちゃいますか、ちょっとカラオケそういえば全然行ってないな、あんまり。カラオケな、チェッカーズの曲、
ちっちゃな頃から悪ガキで15で不良と呼ばれたよ。チェッカーズさんね、最近はカラオケ何が流行ってるんだろう。何が流行ってるんだろうね、本当にね。カラオケ、カラオケ、カラオケってさ、私最近の曲あんま分かんないんですよね。何が流行ってんの、あれ歌、新時代はこの未来だ。 STU の楽屋にいたら、でもなんかちょっと流行ってる曲は毎回聞こえてくる。一時グレンゲがすごかったかのように、今新時代が割と変えてしまえ、でもここしか聞かないんだよね。変えてしまえば、変えてしまえばって、ここしか聞かないから、ここ以外があんまり分からない。レオで泣かせてほしい。レオって何、名前はレオのやつ、名前呼んでよ。エジソン踊る、エジソン、自尊心。何が流行ってんの今、マジでちゃんと曲聴こう。でも最近ね、ちゃんとなんかあのこう曲を知る機会って、ストレッチの時にダンスの先生が流してくれる曲がわりかし TikTok で流行ってる曲とかだから、 TikTok で流行ってるイコール最近の曲だと思ってるの。昔の曲がまた今流行ってることもあるけど、だからそれで知るぐらいで曲名がわからないっていう、あのダメな事態起きてる。でもマイキューとかはいつもなんか「Hey Siri この曲何？」って言って、あの Siri に曲を、歌詞じゃない、あのタイトルを教えてもらってて、 Siri ってそんな使い方できるなと思った。でもライブとかでなんか他のグループさんとかの曲聴いて、何の曲か分かんないけど気になった時とかに「Hey Siri この曲何？」って言って、したら Siri がなんか「はい聴かせてください」って言って、で聴かせるの、そしたらね出てくるんですよ。すごくない？この曲はなんとかなんとかですって言われるの。私初めて言った、そんな機能あるんだって。私のシリ結構ポンコツだからあんまりちゃんとしてくれない。そうね、すごいよね。オキポはシリに当たりが強い。なんだなんだ。いやー今ね本当に悩み中なんですよ、何を歌おうか。迷いますね。48の曲、にしようか、どうしようか。平井堅さんの告白、私の中学生の時のお箱じゃん。私の高校の時のお箱はワンナイトカーニバル、騎士団さんの。中学校の時のお箱は平井堅さんの告白。私の中のあなたをいつも殺して生きてきた、誰もが知るあの歌が私には響かない。あなたが私を救いあげてくれるなら。粉雪は、粉雪は私のあれだって、一発ギャグだって、電波の悪い粉雪。電波の悪くない粉雪ね。でも男の人の曲ってキーが低いんだよな。
あれ受けたことある？おお、すごいこと言うじゃん。受けたことあんまないよ。あるときはあるし、ないときはないね。孤独を分け合うことができたのかい。カラオケはキーが変えれる、確かに。でもさ、一発なんか本番、一発本番でさキー変えるの結構リスクじゃない？練習しに行けたらいいけど、ちょっと怖いな。君の好きなとこ、君の好きなとこってどんな曲だっけ。どうしよう。でもやっぱアイドルの方がいいのかな。私の一番可愛いところに気づいてる、そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。最近さ、なんかすごいアイドルの曲めっちゃ聞くかも。なんか流行ってるやつ。あとなんだっけ、あれ、推しにしてくれなきゃやだ、なんだっけ、歌詞が出てこない。私以外を見ちゃやだ、ずっとだだだだだだだ、アイドルライフスターバック。めっちゃ振り子、めっちゃ振り子、急に静かになり、黙々踊るオタク、人を通り過んだら叫ぶ、おい、うれ、おい、でだで、さあ飛べ、燃える赤べ、チキなし食べるお酒は二十歳になってからです、これこそが永遠。確かにあり、アイドルライフスターバック、みんな踊れそう、メンバーメンバー踊れそう。知ってるかな、知ってるか、どうだろう。スペサポのライブに来る人たちの知名度はあるのかな、あるか、どうなんだろう。なんかこれ めっちゃ TikTok の流行ってるイメージなんだけど、一曲だよね。まあちょっと何になるか分かんないですけど楽しみにしていてください。まあソロでやるか、その誰かと歌うかはまだ決めてないんですけど、ちょっとこれからどんな感じになるか楽しみにしていてください。よろしゅうよろしゅう。まああれだね、配信がないから悲しい。ちょっと見せたかった。まあスペサポの投稿しようかな。まあ音が使えるか分かんないけど、スペサポ投稿しないとね。54分、ポコちゃん、ポコちゃん寝てしまった。おやすみなせー。そう、ポコちゃん終わった。54分、じゃあそろそろ団長読もうかな。早いですね、まあ、今日ちょっと始めるのが遅かったな。すごい迷ってた、どうしようってポコちゃんをどうやってショールームに移そうって。では壇上を読みたいと思います。13位から読みます。13位、タンニーさん。12位、パチロクさん。11位、モンブランさん。10位、マッカさん。9位、ジェリーさん。8位、ローケイティさん。
7位白熊さん、6位ザックさん、5位バンボシさん、4位トートーさんでした。13位からまでの皆さんありがとうございました。そして3位オッキーさん、2位がコバチャさん、1位がとりあえずルービーさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。ということでショールームね、ちょっと少しの間だったんですけど、見てくださってありがとうございました。すごいだるまありがとうございます。配信ありがとう、こちらこそありがとうございます。ちょっとねポコちゃんパワーでちょっと癒されてたらいいなと思います。うん、今日も好きです。ありがとう。私も好きです。よろしく。何がよろしくやねんってな。うん、今週はね、岡山のフェスにね、きびだんごフェスだったかな。名前、桃太郎フェスときびだんごフェスで迷ってるんだけど、きびだんごフェスに出演させていただきます。よろしくお願いします。ね、結構来るよって人がねお話し会とかで多かったので楽しみに待ってます。きびだんごフェスありがとう、教えてくれた。パセリが沖ちゃんのうちは飾ってたよ。パセリね、パセリがね、この間コンプラティ生誕のね、私の昔1年前の去年の T シャツを着てて、で買ったのかと思ったらもらってたらしくて、在庫処分のなんか担ってたから、今年はね買ってよって圧をかけときました。パセリってこの間あったんで在庫回収してたね。パセリってね、生誕 T のデザインね決まりました、正式に。多分またもう1ヶ月後とかには出るんじゃないのかな。再販してくれてもいい、再販。そんなそんな、いやー私アンピーの生誕 T 欲しいんだよね。あれもう一回受付してくれたら絶対売れると思う。ラブ&ピースって書いたオリコちゃん、めっちゃ可愛いから見てほしい。買い忘れた。あ、じゃあそろそろ時間が来てしまったので終わりたいと思います。おやすみなさい、ありがとうございました。皆さんバイバイ、バイバイ。また明日頑張ってください。お仕事ファイト、学校もファイト、頑張れ。バイチャラポー、お疲れ様でした。私は今からポコちゃんの掃除をします、部屋の。バイバーイ。お疲れ様でした。